参ったな。ここが民が行方不明になったっていう森。まあ確かに不気味だね。誰か助けてくれ。ありがとうございます。民の捜索中に自分も迷ってしまいました。進んでも進んでも同じ場所に戻ってしまって、もう ヘトヘトですよ。霧で何も見えないね。慎重に行こう。な、化け物だ。邪魔をしないで。はあ、びっくりした。こんなに暗くては危なくて進めませんよ。青い花、綺麗だ。でも、なんだろうこれ。これは霧の壁。先には進まない方が良さそうだね。あなたに私は倒せない。増えた。やっぱりこの森おかしい。もしかして邪妖の仕業かな。また花。これ何かの目印かもしれないね。その通りに進んでみよう。これは戦う宿命。あれ、ここは森の入り口？振り出しに戻っちゃったよ。助けてくれ。無限変身リュー。今の声レクージングの人じゃない。邪魔をしないで。助けに来たぞ。これでいいの？邪妖まで来てるとはね。まさかお前たちも英雄じゃないよな。悪くない働きだ。
どうかお助けください。ありがとうございます。もう二度と出られないと思っていました。こいつらどこから。こいつら手ごわい。誰か助けてくれないかな。さあ、妖魔の入場だ。勇敢なお嬢さん、少し術を強めてみるから時間稼ぎを頼めるかい。うん、なんか絵に描いたような色男さんだな。俺はダリウス。この森に住んでいる。留守の間に怖い思いをさせてすまなかった。今奴らに暗示をかけているんだが、彼らには俺の術が効きにくいらしい。確かに敵の力が弱まってるみたい。あの人は結構すごいのかも。あなたはさっき何もないところから出てきたよね。その術で味方を安全な場所へ移せない。それは難しい。敵の強い意志に阻まれているのか。ここでは少しの距離しか移動できないんだ。さあ、お別れだよ。よかった、うまくいったようだね。なんだこの森は。凶暴な化け物どもめ、どこへ行った。お前たち、なぜこんな怪しいところにいる。さては、化け物の仲間か。火を使うつもりかな。森を焼かれたら民を連れて逃げる。無限変身リムレフュージンフルス。邪魔をしないで。蹴られなくなる。これは鬼の仮面の出番かな。お嬢さんたち、また手伝ってくれるかな。そいつを捕まえてくれ。俺が暗示をかける。俺の目を見るんだ。さあ、元いた場所に火をつけなさい。ここは一度引くしかないか。待て、森に火をつけろよ。何、味方の陣地に火をつけてんだ。敵は大混乱のようだね。そろそろお引き取りいただくとしよう。よくもやってくれたな。この森はこの世界での安住の地なんだ。それを燃やされては困るからね。ねえ、その仮面は何？ああ、これは鬼の一族に伝わる仮面でね。俺の力を増幅させて。無限変身竜レフュージンフルス。邪魔をしないで。ってくれるんだ。騒がしい連中はようやく帰ってくれたね。君たちの協力のおかげだ。さあ、お嬢さん、帰り道はエスコートしよう。エスコートか、いいね。今度リュルに行ってみよっと。
ねえ。うん。おお。そうね。うん。はい。うん。あの。よかろう。いや。始まりだ。やってみせましょう。頑張ります。何？何？ねえ。そう。ふん。最強の魔を示す者が宝を手に入れられるか。最強の魔。この第六天魔王よ。他にはおらぬ。猫が魔？ありがとう。魔人の娘の邪魔はしないことも。最強とかはどうでもいいけど、宝ってのも気になるし、ついていこうかな。面白そうだね。俺もついていこうかな。化け物どもが引き始めたぞ。セルバーによると化け物が宝の話をしていたみたい。倒して詳しく聞き出そうかな。私の道を阻むとは身の程知らずな生き物たちだ。さあ落ちなさい。この伸びにゃがに逆らう者は消滅せよ。あとは容赦なき意志のこと。わしに適した者は何人たりとも逃がさぬ。魔とは闇の力、すなわち魔人の娘の力。妙な霧ごときで私を阻めるとは。やはり私でなくて。待って、もしかしてセルバンじゃないかな。セルバンが指し示す方向にきっと宝があるよ。見事にバラバラな動きだね。魔という言葉の受け止め方もあんなに違う。さて、のんびりしている場合じゃない。みんなを助けながら進もう。ついでに邪魔な敵や拠点を落としておこうか。化け物が進路を塞いでいるね。お宝とやらを守っているのかな。そうかもしれないな。ところで、あなたは随分落ち着いてるね。ま、俺は鬼の狩猟だからね。化け物を見たぐらいでは動じないさ。これでいいのね。敵は全て討ち取ったぞ。先へ進むか。おや、見覚えのある姿ですね。こんなところで会うとは。無限転身流で空中封鎖。邪魔をしないで。思いませんでした。Roar!
ないか。力をお見せしましょう。閉ざされているね。この門はあの3人が揃わないと開かないみたいだよ。先に進めるようになったみたいね。お見事です。これで流れも変わるでしょう。クラクラしてきた。どこまで持つかな。ありがとう。手間をかけたね。二人でもダメなんだ。早く残りの一人を連れてこないと。ありがとう。
邪魔をするなど生意気な。すごい数だね。倒された化け物が仲間を連れて復讐に来たようだ。バラバラに挑んで囲まれたらまずい。みんなで協力して倒そう。一理ある。ここは手を組もうぞ。分かった。ここを切り抜けるためだ。仕方ないな。対象格の化け物を倒した方が良さそうだね。違うみたい。そなたの罠使いもなかなかのものじゃ。信長さんの銃もすごいよ。その肉球でよくここまでうまく扱えるね。さあ、怪しい門が開いたよ。お三方、行ってみよう。これが宝？何かの秘文みたい。魔が差すことなく協力することこそが最強の魔。このふざけた文章は何？たわけ！にゃにゃ。おお、参ったな。面白い。そうだね。邪妖は私が滅ぼす。裁きを与えてやろう。是非に及ばず。私は戦う。そうだね、行こうか。村はあちらだ。どんな料理でもてなしてくれるのか楽しみだね。俺たちは今めちゃくちゃ機嫌が悪いんだよ。お前でうさばらししてやるぜ。こんなところに山賊がいるなんてね。村が心配だ。先を急ごう。Yeah.
る。マリーと一緒に入りませんか？よかったらお背中を流します。いつもお世話になってますから。ようこそ。またのお越しを。そうだね。行こうか。村はあちらだ。どんな料理でもてなしてくれるのか楽しみだね。俺たちは今めちゃくちゃ機嫌が悪いんだよ。お前で憂さ晴らししてやるぜ。こんなところに山賊がいるなんてね。村が心配だ。先を急ごう。用意していた料理をあげてしまったんじゃ。そこ予備の食材もあったんじゃが、山賊に奪われてしまって料理ができん。それはひどい。この辺りには山賊がたくさんいた。ということは奪われた食材も近くにあるはず。食材だけでも取り返してあげよう。狩りの時間だ。私はしない。その腹ペコのお嬢さんに会ってみたいしね。この村の食材は全て奪わねえと、お頭に何されるかわからねえ。ブラーボー、実にお見事です。食材を一部取り返せたね。他のものも取り戻そう。
しない。これで全ての食材を取り返せた。村長が料理をしてくれるかな。先ほどいただいた料理とても美味しそうです。我慢できないのでここで食べるとしましょう。なんだかいい匂いがする。奪い返した食材でもう料理を作ってくれたのかな。最優先指令と認めます。困った腹ペコお嬢さんだ。いい子だからその物騒なものをしまって。攻撃開始だ。私がおとなしく食べ物を渡すと思いますか。邪魔者は全力で排除します。行くぞ。私こそ世界最強の騎士だ。無双の騎士っていうとこだっけ。落ち着いて。俺たちは村長の頼みで食材を集めているんだ。よかったら一緒にどうかな。もっといろいろな美食を楽しめよ。魅力的な提案であると認めます。一緒に行きましょう。そうしましょう。よし、いい感じだ。ここに料理名人の村長がいるらしいな。俺たちの腹も満たしてもらおうぜ。さっきの山賊の仲間か。村長が危ない。助けに行こう。名案があります。もったいないですが食材をお取りにしましょう。私が食材とともに敵を引きつけます。その間に村長の安全を確保してください。狩りの時間だ。私はしない。色とりどりの食材ですね。ジル、私が僕にしておきます。食材のまま食べてしまうのかい。手間をかけてこその食事なのに。よし、いい感じだ。山賊の皆さん、美味しそうな食材はここに。私が食べても良いですか。ああ、早くよこせ。村から奪った食材を運んでいるようだね。奪い返そうか。決めてやる。腹ペコのお嬢さん、君も違う世界から来たのか。貢献します。気がついたらここにいました。私はモノノフ、鬼を撃つ者です。でもそれ以外の記憶はありません。現在自分探しの真っ最中です。鬼を撃つか。悪くない働きだ。よくやった。大義である。強いのね。あなたが味方でよかった。敵の力を見誤っている。さあ、こむって踊ってるみたいね。あなたの裁きを見せなさい。さあ、もっと激しく。行くぞ。わしも混ぜるにゃ。容赦無用。あなたはいかも。私もいい。行くぞ。ブラボーですわ。ブラボーですわ。今ぞ。やりようやるため、少しはやりようだ。私でいいのね。そのまま耐やせ。これで終わりだ。落ち着いて。俺たちは村長の頼みで食材を集めているだけ。よかったら一緒にどうかな。もっといろいろな美食を楽しみ。魅力的な提案であると認めます。一緒に行きましょう。そうしましょう。よし、いい感じだ。ここに料理名人の村長がいるらしいな。俺たちの腹も満たしてもらおうぜ。さっきの山賊の仲間か。
村長が危ない。助けに行こう。命運があります。もったいないですが、食材をお取りにしましょう。私が食材と共に敵を引きつけます。その間に村長の安全を確保してください。よし、いい感じだ。色とりどりの食材ですね。ジル、私が毒味しておきます。食材のまま食べてしまうのかい。手間をかけてこその食事なのに。山賊の皆さん、美味しそうな食材はここに。私が食べても良いですか。ああ、早くよこせ。腹ペコのお嬢さん、君も違う世界から来たのかな。肯定します。気がついたらここにいました。私はモノノフ、鬼を撃つ者です。でもそれ以外の記憶はありません。現在自分探しの真っ最中です。鬼を撃つか。村から奪った食材を運んでいるようだね。奪い返そうか。残念なお知らせだよ。取り戻した食材だけど、戦いの最中に傷んでしまったようだね。問題ありません。改心した山賊に旬の食材の調達を依頼済みです。すぐに食材が来るでしょう。そしたらバリバリ食べましょう。うん。まあ、そうです。はあ、うん、はい。はあ、まあ、
にはもう食べ物がないってのに。また襲われるなんて。皆さん、腹ペコでやる気が下がっていますね。行くぞ。私も腹ペコですが、村を守るため頑張ります。新たな敵が増えましたか。腹ペコで持久戦を続けるのは厳しいですね。フォロー様、私が助けを呼んできます。ありがとう。できれば冷静で聡明で胆力があり料理がうまい人を希望します。恨まないで。出てきたあんたが悪いんだ。荷物を取りに行った者が襲われておる。あれさえ手に入ればみんな元気になるのに。急いで村に荷物を届けますね。次から次へとしつこい敵ですね。東から来た敵はまだ遠くにいますね。今なら荷物を運ぶ人の救援に間に合うでしょう。待ちわびたぞ。あの敵、火を持っています。村に火をつけないうちに倒しましょう。助けた村人が罠を仕掛けてくれましたか。おかげで北と南の敵の動きが鈍くなったようです。狩りの時間だ。逃がしはしない。ありがとうございます。これで村に荷物を持っていけます。決めてやる。敵も村をなかなか落とせず焦っているようです。もう一踏ん張りですね。恨まないで。出てきたあんたが悪いんだ。火をつけられてしまったようですね。よし、いい感じだ。実にお見事です。手強い敵であると認めます。君に救われるとはね。狩りの時間だ。無駄死はしない。もちろん感謝しているよ。こちらです、大元気様。どうか村とフォロー様を救ってください。行くぞ。いきなり異世界に連れてこられて状況がつかめないまま人助けなんてね。でも一度受けてしまったからには放っておけない。責任は果たさないと。なんと冷静で聡明で胆力のあるお方だ。条件は結構満たせているな。フォロー様、ご希望通りの方を見つけました。我らを助けてくれるそうですぞ。ようやく反撃開始です。村は私に任せて、皆さんは彼女の援護を。よし、いい感じだ。
化け物たちは総出で村を襲っているようね。でも一匹狩りの時間だ。逃がしはしない。敵じっとしている。あれの盗木かしら。守りの薄い盗木を狙えば敵は混乱するはず。家計を仕掛けて反撃の機会を作れば。よし、いい感じだ。よければ策の手助けをしてくれる？このままじゃまずい。村が包囲されておる。もうおしまいじゃ。あなたたちは私が助ける。できないことは言わないから安心して。なんて頼もしい。我ら一同大元気様についていきます。また新しい敵ね。策を邪魔される前に倒した方が良さそう。よし、いい感じだ。よくやった。大義である。また敵が増えましたか。早く倒してしまいましょう。強いのね。あなたが味方でよかった。あなたたちも全力で戦って、そうすればきっと村を救えるはずだから。はい、大元気様のためならたとえ火の中水の中。どの世界でも虐げられるのは弱者。彼らはそんな人たちを懸命に守っている。こんな混沌とした世界にもなすべきことをなしている人たちがいるのね。助かったな。よかった。あの銀髪の女性、いい腕ね。村の人を守りつつ的確に敵を倒している。味方に彼女がいると思えば安心して戦える。こんなにやりやすいのはこの世界に来て初めて。腹ペコが限界です。進軍したいのですが厳しいかもしれません。村に食料を届けた方が良さそうね。もし貯蔵庫があるとすれば輸送しやすい場所。広い道の先、あの拠点が怪しいけれど敵に占拠されているようね。私こそ世界最強の騎士だ。無双の騎士っていうとこだっけ。あの女性、素晴らしい活躍ですね。冷静で聡明で胆力もあるようです。彼女を仲間にしたい欲求があると認めます。悪くない働きだ。この一帯に火をつける。あたりの敵の掃討を手伝って。狩りの時間だ。逃がしはしない。無事に策を実行できた。あとは弱っている敵を倒すだけ。私はホロ。あなたの名を教えてください。私は大元気。ところで
ここはどこなの？私もよくわからないのです。わからない者同士仲良くしましょう。よし、いい感じだ。責任は果たす。基本だけどすごいこと。恨まないで。出てきたあんたが悪いんだ。とかなりそうだ。行くよ、力を貸して。あなたに出たい。恨まないで。出てきたあんたが悪いんだ。あなたの裁きを見せなさい。私も混ぜるにゃ。少しはやるようだ。さあ、もっと激しい。私もいい。やめないように。行くよ。すごい。逆らう者は許さぬ。武を示せ。少しはやるようだ。そのまま耐えやせ。素敵な舞台。私のせい。私こそ世界最強の騎士だ。もっと激しく。無双の騎士っていうとこだっけ。よし、いい感じだ。あなたは料理が得意ですか？料理？人並みにはできるけれど。おお、あなたこそ私たちが求めていた人材です。一緒に来てくれますね？素晴らしい。わかった。はい。元気さ、ね。はあ。守りを固めるんだ。俺が相手になろう。行くぞ。叩き潰せ。立ち塞がる者は倒すだけ。行くよ。何よあんた。杉
次に会ったら許さないから。恨まないで、出てきたあんたが悪いんだ。やった、大義である。いざ参る。狩りの時間だ。私はしない。油断しすぎじゃ。感謝するよ。俺にはまだなすべきことがある。浄化完了なんてね。モノノフの魂、この槍にて貫か。すみません、倒させてください。恨まないで、出てきたあんたが悪いんだ。私の邪魔をするか。ならば消えてもらう。うん、これでよしと。おお、悪くない。敵が攻めてきたみたい。私たちと撃退しないと。女の子同士仲良く頑張ろう。じゃあマリンはあっちから行きますね。よーし、じゃあ私はこっちに行こうっと。深く劣るとは。恨まないで、出てきたあんたが悪いんだ。あれ、あれね、大変。ほのかちゃんを助けなきゃ。でもマリー一人じゃ無理かも。よし、いい感じだ。
し、一気火星に攻める。あ、元気さん、一緒に花子ちゃんを助けに行きませんか。拠点を制圧して穂香殿の包囲を緩めないと。悪くない働きだ。出しするのも勇者の仕事ってな。てめえらここでくたばるんだ。私の邪魔をするな。勇者さんってとってもクールで頭がいいですよね。すごく頼りになります。いえ、助けられているのは狩りの時間だ。私はしない。私の方、あなたはいつも敵を翻弄してくれるもの。照れちゃいます。私たち、いい組み合わせかもですね。上々の出来、みんなで力を合わせた結果ね。
これからもみんなで仲良く頑張ろう。そう。そう。ようこそ。またのお越しを。戦いは避けられない。ようこそ。またのお越しを。すべての邪妖は私が滅ぼす。
てみせましょう。コンサートの始まりだ。おお、どうぞ。頼む。うん。ミレニア様は囲まれているようですね。敵を倒しながら進みましょう。ここは人を狩るのに最適の地。また人間が集まってきた。あいつふざけやがって。やっちまれ。いざこの超気流と勝負してもらおう。残酷だけど美しい英雄さん、あなたの力を俺に預けてくれないか。仲間になってくれたら必ずあなたを元の世界に戻す。約束する。行くぞ。ああ、よかる。私はどうすればいいのですか。このままでは。カリの時間だ。逃しはしない。本来の役目を果たせない。狙い。よくやった。大義である。良き敵と見た。入る。狩りの時間だ。逃がしはしない。恨まないで。出てきたあんたが悪いんだ。よし、いい感じだ。Hit!
殺すの？敵の大将が動かない？私の罠なら引きずり出せる。大変です。敵の援軍がやってきました。ここに攻め込まれるわけにはいかない。南門に罠を設置したいが。ほう、俺の前に立つか。いい度胸。人はあそこまで残酷になれるのか。そもそも彼女は人なのか。なかなかやるな。貴様の顔覚えておいてやろう。浄化完了なんてね。悪くない働きだ。これは真相ってんだ。一つ勝負といくかい。狩りの時間だ。無駄しはしない。追いかけても無駄だぜ。じゃあな。恨まないで。出てきたあんたが悪いんだ。敵に勢いがなくなった。次はあの高台を確保しないか。罠を仕掛ければ敵の勢いをそげるはずだ。これでいい。守備は上々だ。もう敵は丸裸。あとは狩るだけ。狩りの時間だ。無駄死はしない。私の全力であなたを止めます。行くぞ。消えろ。行くよ。力を貸して。たっぷり精霊を送るわね。素敵な舞台に。あなたの裁きを見せなさい。あら素敵。決めてやる。踊ってるみたいね。足も混ぜるにゃ。さあもっと激しく。私もいい。目が離せない。逆らうものは許さぬ。素晴らしい活躍ね。よし、いい感じだ。強いのね。これで終わり。あなたが味方でよかった。次はどこへ行くの？どの敵を狩るの？ミレニアさん。ええ。ああ、そう。うん。それが役目なら、よし。ちょっといいか。ああ、
今は守りを固めるんだ。これでよしっと。